チャイカの図。G ・ボプランの、ウクライナの描写。1660年。コサックのチャイカ船が、オスマン帝国のガレー船を襲うチャイカは、16-17世紀における、ウクライナコサックの軍事用の小型船である。チャイカの長さは18-20メートル、幅は33.5メートル、高さは3.54メートルである。 一つのチャイカを造船するには少なくとも60人のコサックが15日をかけていた。チャイカの元は柳家西洋母大樹の幹であり、その周りに木の板が張られ、漏出防止として粘性物質が塗られた。船の安定性を高めるために、また沈没と敵の矢玉を防ぐために、両弦側の外側に太くて長く束ねた足の船体が付けられていた。その船体は、 チャイカの浮揚力を向上させ、敵船を攻撃する時の衝突を和らげる役割を果たしていた。チャイカの舵は2つあり、船首と船尾にも取り付けられ、船が早く回転できるような仕掛けとなっていた。チャイカの大きさによって20ないし40の回と、帆柱があったが、風で動くより、小ぎ手の力で動いた方が早いとされていた。 一般的なチャイカの乗組員の人数は40から70人程度で、武装は4内し6つの小景法であった。乗組員と武装の他に兵糧と弾薬が積み込まれていた。出陣の時に約300層のチャイカが活用されていたので、コサックの海軍の乗組員の人数はおよそ2万となっていた。その海軍の活躍地域はドニエプル川、ドナウ川、 ブーフ川の下流と国会全域であった。ウクライナコサックは、チャイカの海軍で敵国のクリミア半国とオスマン、帝国の都市、軍船、商船を襲い、敵の財産を強奪しながら、クリミアとトルコで奴隷となっていた、ウクライナ人の同胞とた民族の人々を解放した、ことが常であった。それがゆえに、イスラム教のクリミアとトルコでは、ウクライナコサックが海賊とみなされ、 キリスト教のウクライナとヨーロッパの諸国では英雄都市された。特にウクライナではコサックの会場での手柄は民話と助ジジシュのテーマとなった。ありがとうございます。